杉本明生は日本のプロスケートボーダー。愛祖公認。東京都生まれ。6歳の時、カリフォルニアにあるバンズスケートパークにてスケートボードに出会う。かつての新宿エディットパークにてスケートボードを始める。スーパーキッズとして活躍する。サマーソニック、ストリートコーリング等音楽とコラボレーションしたイベントにデモストレーターとして出演している。 スポーツナビにいてブログ稼働中。ブルータグアスリートとしても活動中。2006年よりアメリカのコンテストに出場し始める。アメリカカリフォルニア州ロスアンジェルスで行われた初戦キャスルにいて見事初優勝を飾る。同時にベストトリック賞を受賞。それによりカリフォルニア州 ステートゲームの出場権を与えられ7月に出場。ストリート部門、ランプ部門ともに3位。12月にカリフォルニア州、ウッドワードで行われたボール部門に出場し、優勝。日本人初。2007年フロリダ州で行われたグラインドフォーライフ、グラインドフォーライフにて出場。 全戦全勝し2007年グランドチャンピオンになる。日本人初。2008年カリフォルニア州、ロスアンジェルスで行われたソニープレイステーション。ソニープレイステーション主催のコンテストで優勝。アメリカでの活動が認められ、ベイクンスケートボードよりアメリカから直接スポンサードが決定。2009年アリゾナ州フェニックスで行われた。 フェニックスワムコンテストにてたった一人の日本人スケーターとして出場。160人中13位。2010年9月よりカナダの高校へ進学。2013年卒業。2014年4月から早稲田大学へ進学。テレビ、新聞、雑誌にも多数出演している。ありがとうございます。